ペレットストーブ専門店、渋川市ペレットマン群馬です。今年は例年よりも寒いということで、ペレットだけではなくて、さまざまなです、ね、燃料関係に需要があるということであります。この間もです、ね、お伝えした通り、全国的にはモキスペレットが品薄になっているというような状況もあるようです。今です、ねお伝ええー、ご案内をしているのは、私どもの本社事務所に設置をさせていただいています。 群馬県でで初めてののの電気を使わないペレットストスーブの燃焼の様子です。このように二次燃焼をしてですね上の方で広がっていくフェニックスのようにですね表現をしてメーカーをしてますけどの二次燃焼の炎が見えるかと思いますしっかりとですねそしてまた温かく素晴らしくというか燃焼をしております電気を使わないストーブでもこれだけのですね、燃焼ができるっていうのはすごいなというふうに思っていますこのように、えー、無電ペレットストーブに 関心またはご興味のある方はペレットマン群馬、小籠までお問い合わせいただければというふうに思います。